富山県道52号石垣魚津インター線は、富山県魚津市を通る県道である。魚津市島尻の片階谷発電所を、第一上に登った魚津市石垣から、北陸自動車道魚津インターチェンジ、出入口を通り、市街地に入って中央通り商店街を抜け、魚津市本町に至る。国道8号交点は、立体交差化されている。また、 本校東交差点から警察署前交差点までの約450メートルの区間には果樹園に続くリンゴの道としてウオズの名産のリンゴを PR する目的でリンゴの街路樹110本が植えられている。これは1983年に北陸自動車道ウオズインターチェンジ開通を記念して植樹されたもので毎年ウオズ市立本校小学校ウオズ市立四つ葉。 小学校の児童により、リンゴの摘み取りが行われていた。1980年の時点では、中央通りまでは、一般県道島尻金谷線、中央通りから本町までは、一般県道靴掛けウオズ線としてそれぞれ指定されていた。1993年4月1日までは、島尻金谷線、ウオズインター線などに分かれていた。ウオズ消防署付近、ありがとうございます。